街頭活動の様子独立自主管理労働組合。連帯は、ポーランドにおいて、労働組合から、公然たる、反共運動へと発展した組織である。1980年、社会主義国として、初の労働者による、自主的かつ、全国規模の労働組合として結成。連帯は、ポーランドにおける、民主化運動において、主導的な役割を担った。同労働組合は、 自由な組合活動が認められていない中で成立したもので成立当時ポーランドの労働組合といえば政府主導の労働組合中央評議会であったポーランド政府によって一度非合法化されたものの非合法化された後も活動を続けたその後ミハイル・ゴルバチョフによってペレストロイカが始まるとその流れの中でポーランド政府は連帯党の勢力との妥協を模索し 連帯運動は合法的地位を獲得する。円卓会議が開催されると政権維持を模索するポーランド統一労働者等に対し、連帯は民主化を求める民主勢力を背景として強気の姿勢で交渉に臨み、最終的には民主的手続きによる政権奪取に成功した。なお、ポーランド出身のローマ教皇であるヨハネ・パウロ2世は、 ポーランド政府による連帯の非合法化に対して、たびたび憂慮する発言を行っていた上に、連帯を事実上支持する発言を行っていた。さらに、アメリカの CIA が連帯への資金調達を行う際の抜け道として、ヨハネ・パウロ2世の黙人のもとで、ローマ教皇庁の資金管理、運営組織である宗教事業協会が利用されたという報道がなされたこともある。 詳細については、ポーランド民主化運動略歴を参照のこと。u 2ウォーツアーでのボノ・アストロー・ベアッツ主ンタクシスキーにある、連帯30年の壁画教皇、ヨハネ・パウロ2世は、カトリック教会の社会教説の主要文書である、ソリシ・トゥード・レイ・ソシャリスで、福音の構成要素としての共通の善への人間の関与は、貧困者と阻害された人々との連帯の概念で、あると示す。 ローマカトリック教会は教皇ヨハネ・パウロ二世の指導の下で労働組合の非常に強力な支持者であり、その成功に大きな責任を負っていた。カトリックの信仰を公に表明した場合、エンサは教皇の影響を確認し次のように述べている。教皇は彼の集会を通して私たち多数に指導した。恐れないようにと教皇は私たちに語った。また、 ストライキ中の労働者に定期的に説教を与えたイエジ・ポピエウシコ神父は後に彼の団体と連帯のために共産党政権によって殺害された。ポーランドの労働者自身も教会と密接に関係していた。それは1980年代のストライキの間に撮られた写真で見ることができる。いくつかの工場の壁には聖母マリア、または ヨハネ・パウロ2世の肖像画がかけられている。2017年に連帯はポーランドの司教によって指示された動きである日曜日の買い物を禁止する日曜法を制定するという提案を指示した。日曜のほぼすべての取引を禁止する2018年の新しいポーランドの法律が施行され、1990年代にリベラルなショッピング法が導入されて以来、法廷は マテウシュ・モラビエツキ首相の指示を得て、立法を可決した。レパ・ヤン・アナリシス・ソリダリティ・エス・レガシー。BBC ニュース・2017年1月29日、閲覧。BBCON ディスデーから30から1984、プロ・ソリダリティ・プリースト・イズ・マーダード。BBC.CO.UK ・2019年3月10日、閲覧。 ポーリッシュビショップス4トータル版オンサンデーショッピング BBC 2017年8月29日閲覧 https www.yusnuz.com ニュースビジネスアーティコルズ2018年3月11日モーストストアーズシャットインポーランドアズサンデートレード f テイクスエフェクトハットストア t ズシャットアクロスポーランドアズサンデー ショッピング版テイクスエフェクト2019年3月10日へ覧サンデートレーディング版カムズイントゥエフェクトインポーランド2019年3月10日へ覧ストアズクローズドアズポーランドフェーズズアウトサンデーショッピング2019年3月10日へ覧ありがとうございます